はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。今回はハーツ・オブ・アイアン4、イタリアプレイ続きをやっていきましょう。ここのところ何回かですね、独ソ開戦後のドイツの支援、ソ連をなんとか撃退しようと奮戦していたところなんですが、いよいよトルコが失陥してですね、ソ連に屈服、さらにご覧の通りアフリカにまでソ連が進出をしてきてですね、遺憾ながらイタリアとしてはアフリカを放棄、撤退を開始したんですが、その撤退が完了する前にソ連に退路を断たれるというですね、かなり厳しい状況になりつつあります。さらにフランスはビシーフランスとしてドイツの傀儡国になっていたんですが、それがフランスに奪還されると。今、自由フランスという形になってますが、表記上は。これもフランスですね。さらに、スペインに関してはイギリスに占領されるということで、いよいよもって枢軸国かなりピンチに陥っています。この上はですね、前回、前々回からの引き続き同じことになりますが、核武装、核の開発を急いでいきたいと思っています。で、その前段階として原子炉の研究、これがあと90日残ってますので、一刻も早くこの原子炉を開発して研究を終えた後、核爆弾の開発に着手していきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。もう今、陸軍、海軍、空軍ともにある程度経験値が溜まっているんですが、その経験値を割り振るほどの、なんていうんですかね、資源に余裕がもう全くない状況になってますんで、まずは、資源の確保という意味で、このギリシャ、これ以上ね、ソ連に攻め込まれないようにギリシャをなんとか防衛しつつ、ドイツの復権を願って、このドレスデン、ザクセンにある鉄資源と、あとはベルリンの奪還ですね、ここは引き続き頑張っていきましょう。で、アフリカからの撤兵も引き続き急務ですので、急いで、いる部隊から順にですね、戻していきましょう。イタリア本土に、あるいはギリシャに。アフリカ解放軍に関しては、もう早急に、この残された港、トリポリに戻りましょう。で、そこからイタリア本土、あるいはギリシャへと逃げ帰る。本当にピンチだからな。一時はね、アフリカ大陸の半分近く支配していたイタリアですけどね、もう今やその見る影なし。とりあえずギリシャに軍を送らないとまずいな。建築の研究が完了しましたね。工場の修理とかもいいんだけど、やっぱ研究速度を高めたいよな。そういうその手のもの何かないかな。暗号の作成、暗号の解読、この辺りを重点的にやっていきましょう。もう目先の戦いに勝利することを重視した研究をしていかないといけない時期になってますね。
いよいよタイからもね、軍を送ってもらってますけどね。で、帝国軍はどうなってるかというと、相変わらずきっと中国と戦いが終わってないんだろうな、終わってないね。ただ、ソ連とは本格的な開戦は至ってないかな。で、太平洋に関してはイギリスとかが、まあ、取ってる感じか。インドネシアとかに、あるいはニュージーランド、この辺りがまだまだ手つかずって感じかな。インドネシアに関してはオランダ領になってたり、まあ入り乱れてる感じですかね。で、タイは独立を保ってるな。やるな、タイは。まあ、帝国軍もいよいよ余裕はないでしょうからね。さあ、ドレスデンまでもう少しっていうところまで来てたけど、ちょっと後退をしてる感じかな、戦線が。ドレスデンまでもう少しですが、ライプツィヒを失ってるところを見ると、少し戦線が後退してるな。ベルリンまで遠ざかってますもんね。まあ、この辺りはソ連軍がさらに力を増してる感じかな。エチオピアからの指揮権の譲渡に関しては拒否しましょう。もう今更構ってる暇が正直ない。まあ、幸いイギリスと、どうだ？イタリアの国境に関してはまだ本格的な戦線は開いてないかな、先端は。厳しいけど、アルバニアに関してはもうこれあれだな、失ったとしても放置だな。いや、ソ連軍の物量は半端ないですね、やっぱり。多分ソ連一国で連合国軍を相手にできるぐらい強い。さらに、どうだ？これを見ると、帝国軍も結構しっかりアフリカに陸軍を投入してきてくれてるけど、いやー、このままだと本当にアフリカにいる師団が全滅する可能性すら出てきたな。一刻も早くイタリア本土に、あるいはギリシャ防衛に回してあげないと。ただギリシャもグイ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 ソ連来るね。これ見るとギリシャも失冠するな。で、ギリシャを失冠するともう目と鼻の先ですよね、イタリア本土まで。さらにちょっと海軍の状況も見ておきましょうか。まず第2、第3艦隊は壊滅してますね。おそらくマルタの海戦でイギリス海軍と
戦闘になってイギリス軍の空母の前にことごとく沈められたが、第一艦隊で残っているのは戦艦が1隻沈んでるな。戦艦2隻いましたよね、第一艦隊。ただ第一艦隊から戦艦が1隻しかいなくなっているので、戦艦が1隻沈んでますね。いやー、海軍もいよいよもって厳しい状態になってるな。で、第2、第3艦隊は文字通り壊滅。見る影がない状況ですね。なんとかあと2年半、核の開発が終わるまでイタリア本土への侵攻を避けましょう。核さえあれば。この苦しい戦況を一変できるはずだ。もう核以外に頼るものがなくなってるな。なんかどっかの某国に状況が似てきつつあるというのが、なんかね、ちょっとな感じではありますけど、まああくまでもゲーム上の話ですからね。これでも本当にドイツの支援をしている軍をギリシャあるいはイタリア本土の防衛に回した方がいいんじゃないかっていう気もするんですけど、これドイツが降伏してソビエトなり連合国軍の占領下になると、もう本当に何て言うのかな、イタリアに対して全面攻撃を受ける可能性があるので、どうしてもイタリア軍をドイツから引くことができないんですよね。でも本当この苦しい戦局を打開する唯一の方法はやっぱり核開発だけなんだよな。イギリス議会がベネルクス介入を検討ということか。これでどうだろう。イギリス軍がさらに展開を増やしてくるわけだな。いや、本当にソビエトがここまで侵攻してくるっていうのは完全に誤算でしたね。いやー、ギリシャの方も各戦線で後退を余儀なくされてるので、ギリシャから撤退しなきゃいけない時も本当に近いけど、ギリシャから撤退するとどうだ？もう本当にイタリア半島に敵の上陸を許すことになりますからね。いやー、イギリス海軍は着々と戦力を増強してたんですね。今これ戦闘起きてますけど、敵は航空母艦1、航空母艦2、戦艦1、戦艦1っていう形でね、戦艦が2隻に空母が2隻、まあこれもうかなりの規模の艦隊になってますよね。艦艇数こそ少ないものの、
戦力はかなり充実してるな。で、ベルリンからはどんどん遠ざけられてるな。これ見る限り。ドイツ支援軍も苦戦をしてるし、何？ここで、ついに、イギリス軍の上陸を許したか。くー、これは早々に撃退しないといけないけど。ナポリの奪還からだな。予備兵力が全くない状態なので、とりあえず上陸してきた軍を撃滅しないといけないけど、ついにイタリア本土への上陸を許す形になったが、早急にイタリアから駆逐しないといけないな。このアフリカにいる軍を早急に撤退させましょう。で、これ以上、イタリア本土を荒らされるわけにはいかないので、早急に軍を送りましょう。致し方ない。多少他が手薄になったとしても、今上陸している軍を殲滅しないことには始まらないですからね。しかもそれなりの師団数が入り込んできているので、もう余裕はない。ギリシャ戦線も厳しいしな。何？港を失ってるな。港を失ってちゃ話にならんぞ。港を奪還しましょう、まずは。いやー、いよいよこれで撤退することすらできなくなったわけだな、我が軍は。アフリカに残された師団がまだ相当数あるにもかかわらず、撤退すらできない状況になった。とりあえずナポリから連合国軍を駆逐しないと話にならないな。何？北からはソ連軍が進駐してきてる。なだれ込んできてるな、ソ連が。まずい。いやー、まずい状況になってるぞ、これは。国境の警備が手薄になってる。かー、仕方がない。こうなったら、
いやー、いよいよイギリス本土が、イタリア本土が危なくなってますね。しかも国境を守る部隊がいないからな、まずいな。このままだと本当に駆逐される。ミラノまでもう迫ってるな、ソ連軍が。とりあえずドイツからも撤退しましょう。早急にドイツから撤退しないと。いやー、もう正直こんな研究なんかしてる余裕全くなくなってるな。まずはナポリは今いる師団でなんとか持ちこたえるしかないので。ギリシャも放棄、ドイツの支援軍も全て本土の防衛に回しましょう。で、核の開発を急いでいるものの、まだ原子炉まで35日、1ヶ月かかるか。これあっという間に進駐される恐れがあるので、もうどん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 撤兵していかないとまずいですね。いやー、イタリア本土、しかも北部からソ連で、ナポリには連合国軍がね、同時に侵攻してくるとは。やるな。いやー、少ない海軍戦力ですけども、この残りの第一艦隊、これを早急に展開する必要があるな。いやー、無理だな、展開なんかできない状態だ。どうすればいい？とりあえずギリシャから撤退を早急にしなきゃいけないでしょ。んでもうアフリカに残された将兵は、すまん、救い出すことができないな。となると、とりあえず今、あるのは、ドイツ支援軍は完全撤退をさせて、まあ、ドイツはもう降伏するでしょう。ただ、それでもドイツから撤兵させて、イタリア本土の防衛に当たらせるしかないし、ギリシャももう失うのを覚悟でギリシャからも撤兵するしかないですね。で、
さらにアンツィオに部隊が上陸してきてるな、敵兵が。そしたらこれをアンツィオに向かわせましょう。ローマが失陥したら話にならない。まずいなあ、至る所に上陸されてる。どうする？早急に軍を引かないとまずいですね。アメリカ軍も上陸してきてるなぁ、まずいなぁ、まあ、とりあえず、まあ、フランス軍も上陸してきてるし、イギリス、アメリカ、フランス、連合国が本格的に上陸作戦を展開してきてますね。で、アフリカからもう兵を引くことすらできない状態になっている。スエズ運河がもう完全にソビエトの支配下にあるので、スエズ運河を取って地中海に戻ることができなくなっているので、どうにもならないな。アフリカから兵を輸送する手段がなくなってますね。で、ドイツからの撤退部隊はもう少しまで来てるけど、ソビエト軍が邪魔でイタリア本土に戻ってこれないでいるな。で、ローマはなんとか取り戻したな。いや、でもこれ本当に危ないな。国境の防衛がままならない状態になってきてますね。でと、どうするかな。アフリカ解放軍はどうにもならないしな。とりあえず各地から撤退させるしかないですね、兵を。急いで。
いやー、日本軍も追い詰められてきてるな。帝国軍も中国との戦いに敗れそうですね、このままいくと。このままいけばドイツは間違いなく降伏するので、まあドイツが降伏した後、延命するためにも何としても早急に核開発を急がねばならない。ここにも上陸されてるな。もう敵軍の上陸に対して、こう、なんていうのかな、こう即応することすらできない状態になりつつあるな。軍が足りなすぎる。はい、というわけで時間がね、ちょうどいい時間になっていますので、まあかなりピンチの状況で、この状況で一旦終わるのは心配で心配でしょうがないんですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきましょう。まずは何といってもイタリア本土に、北からソビエト軍、南からは強襲上陸部隊連合軍が上陸を開始してますので、これをなんとかしのぎつつ核の開発を急ぎましょうということで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。